はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、ちょっとグリップヒーターをね、変えたんでね、ちょっとお話ししたいと思います。前についてたやつはね、こういうやつがついてたんですけど、4段階のね、調整がね、できるやつのね、これか、硬いけどね、ここがスイッチがついて、これ左側になってますけどね、これで4段階の調整ができるやつのね、グリップヒーターをつけてたんですけど、今回ね、この2段階のやつのね、グリップヒーター、変えたんですけど、まず最初ね、違いはね、このね、K がね、スロットルのね、これワイヤーをこう、貼る、直径がね、これでかいんですよね。これ雰囲気的にはね、これぐらい、これぐらいかな。ちょっとね、一回り大きいんで、ちょっとね、スロットルをこうひねっただけでね、雰囲気的にはね、3分の1から4分の1の解度ぐらいでね、全開になるんでね、もうハイスロットル感になりますね。最初はあんまり慣れなかったんですけどね、もう取り付けて1週間ぐらいになるんでね、慣れて、案外ね、小排気量はね、このハイスロットル海運はいいですね、楽ですね、これね、ちょっとひねっただけでね、走るんでね、言うんで、これはちょっと正解やったかなとね、思いますけどね。で、ハイスロットルね、したい方があればね、グリップヒーター言うんでなくてね、ハイスロットルを目的としてもね、交換してもよろしいんじゃないかと思いますけどね。ちょっとね、あと、取り付けのね、方法をね、若干ちょっと説明していきたいと思いますね。これスロットワイヤーのね、部分、根元の部分を外した動画なんですけど、ここの面とですね、ここの面をね、が当たるような形でね、中に入れ込んでくださいいう形でね、これワイヤー入れて、車種によるんでしょうけどね、私の場合はこっちの方がね、合ってたんで、こちらの穴の方を活用しました。次はね、これをね、今のカプラをね、取り付けましたよという図なんですけどね、これでまずこのカプラーだけつけて、これをね、本体をこう、ビスでね、ちゃんと取り付けたらね、後でね、今度本体をね、これグリップヒーターと、あとスロットルがね、ついてる本体をこう差し込むときにね、このフランジみたいな部分をね、中に収めないかんいうことがね、分かってなかったね、もう一回外しましたよいう感じですね。これはちょっと失敗やったんですけどね。このね、溝は何でついてるかというとね、ここにね、グリップヒーターの配線がついてるんですけど、これがね、邪魔にならないね、この出っ張りが、後の部品取り付けた時に邪魔にならない位置に、一応調整できますよいうためのね、溝がついてるんで、好きな位置にね、自分で合わせてつけてください。で、今言うたようにね、このフランジがね、この本体の中に収まらないかんですよいうんでね、もう一回バラして、中まで押し込んだ図なんですけどね。このフランジね、本体のフランジもこの鞘の中にね、この鞘の中に収まるように入れてくださいでね。でね、これね、これね。もう一回バラさないかんですよ、で。これ取り付けましたよ、いう図なんですけどね。あとね、ちょっとね、若干、ここの隙間がね、ちょっと干渉して、スロットのね、戻りがね、悪かったんで、ここをね、ちょっと爪でね、開けてって、ゴムになってますからね、これね、この間に CRC なんか吹きつけてやると、スロットルがね、スムーズに回転するようになるんでね。それとね、これ今はしてないですけどね、私の場合はこの中にモリブデンのね、グリースのスプレーをね、ちょっと
吹き付けて、あとスロットルワイヤーのね、この中の鞘の中ね、ワイヤーケーブルの、鞘の中にもちょっと CRC をね、ちょっとぶっ込みましたけどね、ついでにね。ということで、まあこれがね、失敗し、いう感じですね。それとね、これが右側。これ、今度左側になるんですけどね。左側はもう刺して、もう、そのままね、この六角がね、ついてるんで、そのままハンドルを中にね、押し込んでやって、これでね、締め付けたら、もう止まりますよ、いう図なんでね。まあ、左側はあんまり苦労しないで、外すのはね、元のグリップを外すのはちょっと苦労かなと思いますけど、まあ、それ外してしまえばね、もう左側はスムーズにつくと思いますね。で、まあスイッチ類をね、まあどういう角度でつけるかいうんでね、まあ調整して後ろの六角でね、締めたらいいいうだけなんでね、もう左側はまあそんなに苦労はしないと思いますね。まあ、あとはまあここのこの 取り付けのね、部品をね、さっきまあつけてやって、あとのこのグリップヒーターのこの溝に合わせてね、この配線が邪魔にならないようにね、するのをちょっと合わせがね、いろいろもうこの本体のね、このプラスチックとかこういうの干渉しないようにね、角度を決めてね、この溝に合わせて押し込んでやってくださいね。いう形でね、以上になります。まあハイスローがね、もうハイスロットルにしたいいう方はね、ぜひおすすめです。ね、ほんでね、ヒーター自体の効きはね、やっぱりね、この手がね、この手の方がね、即温まってましたね。これ2段階でね、まあとりあえず、ちょっと時間かかるんですけどね、まあ温まることは温まるんでね、即効性はこっちのね、元の方が良かったですけどね。いうことになりますね。あとね、もうこの分はね、ここに抵抗がね、別にね、四角いボックスがついてね、この中にね、抵抗が入ってるんですけど、これ多分ね、これ膨らんでますいうね、これ焼け焦げてね、中の抵抗がね、膨らんでますいう図になってると思うんですけどね、これね、もうこれ焼けた後ですよね、これ焼けた後ね。このタイプはね、だから、まあ、二冬目ぐらいでね、抵抗が得られるんで、まあ、スイッチがもう全然効かなくなりますね。ハイだけはね、一応直結になるみたいなんで、ハイだけはね、使えるんですけどね、弱ができない。で、もう暑いままでね、ちょっと温度が、外気温が上がってきてね、温度落としたい時にも調整効かなくなりますね。あと、もう3年目でね、ここの辺の多分配線だろうと思うんですけどね、右側がね、断線して温まらなくなったんでね、まあこれね、別段修理して使ってもよかったんですけどね、これ抵抗もね、ちょっとまあ、いじって、まあ、ちょっとね、温度調整用のね、ちょっと中華でまた中国の方でスイッチ買ってたんでね、それつけようか思ったんですけどね、まあとりあえず ということでね、こっちの方、まあ2段階のね、まあちょっとそんなに高いもんじゃないんでね、まあ気持ちを一新するためにね、付け替えましたけどね、温まりはね、こっちの方が良かったです。いう話になりますね。どうもありがとうございました。失礼します。